はい、大日王子城さんの昭和、明け2歳オスでサイズが45センチです。お願いします。はい、昭和産系オスです。三段模様の、頭の入りのいい、昭和です。重ね積みですが、重ね積みのところは、墨模様が、結構細く入って、墨模様がしっかりしてます。そして白地のところもまだ墨が出てませんが、エラのところとか、ここら辺にあります。はい、三段模様の白地で見せる昭和ですかね。そうで、まあ三段模様です。はい、ちょっと寄って見ていきたいと思います。はい、紅の方はこれも真っ赤でもなく、ちょっと柿色っぽい、縦越え的な、魅力のある紅をしてます。今写真撮ってる時に、ちょっとこの鼻先の方をちょっと濃いの移動した時にこすったみたいなので、出荷までには、綺麗になってると思います。はい、はい、墨が細く模様になって出てるところが魅力的だぜ。はい、重ねですが、そのあたりが墨模様がつけるとまたもうちょっとガチャガチャ感がなくなりそうですね。はい、まあ白地のところに、墨が、まあ、こういうとこにあるんですが、それとこの重ね地のところがくっついて、墨模様が良くなってくると思います。まあ、重ねのところが、まあ、早めに墨が出てくるので、この白地のところが墨が出てくるとまた全然変わった雰囲気で、昭和らしい恋になってくると思います。はい、ご覧いただけましたでしょうか。大日王子城さんの昭和明け2歳オスでサイズが45センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。